今回はサニーボーイ9話の考察動画だ。今までの話を踏まえた上で、瑞穂の能力について考えてみるぞ。ちょっとずつ物語の真相が分かってきたような来てないような気がするわ。とりあえず瑞穂の能力について整理してみるぞ。みんな大好きラジダニが瑞穂の能力の本質に感づくのよね。世界に一つしかないはずの自作ゲーム、ときめきラジダニ高校、をニャマゾンの能力で二つ持ってくることができたことから、能力の本質がコピーなのではないかと考えた。ちなみにこれは5話のワンシーンなんだが、この二つのゲームカセットをよく見てほしい。何か違うのかしら？細かいんだが、ゲームの読み込み口の左右の形が対象になっていて、若干の違いがあるんだ。あ、ほんとだわ。作画ミスという可能性もあるが、今回登場したソウとセイジの髪の毛一本の違いのようにコピーされたものは全く同じではなく、若干の違いが出るということなのかもしれない。そしてもう一つ重要な点は、瑞穂自身はニャマゾンの能力の本質がコピーだと気づいていないことだ。6話で一度元の世界にたどり着いた時、星が僕たちはコピーされた存在なんだ、と言っている。さらに今回ラジダニが嘘発見機のようなもので、ニャマゾンの能力で生き物も持ってこれる、すなわち生き物もコピーできることを暴いた。じゃあなんで瑞穂は生き物は持ってこれないと言ったのかしら？猫たちが生き物を持ってこれないように振る舞っていたので、瑞穂自身は生き物を持ってこれないと思い込んでいたからだ。猫たちがそう振る舞っていたのはなんで？ラジダニの考察では瑞穂が人間をコピーできて、それが漂流の原因だとみんなにバレたら瑞穂の立場が危うくなるからだ。ながらみたいにみんなから責められることになっていたかもしれないってことね。ってことは漂流の原因は瑞穂。白猫の桜は瑞穂だけが原因じゃない、漂流は仕方のないことだった、と言っている。5話では瑞穂が神様に君が漂流を起こしたんだって言われた、と発言している。これらのことから、瑞穂は漂流の原因、もしくは原因の一部ではあるが、根本の原因は他にあるのではないかと思う。一回整理すると、ニャマゾンのコピーの能力によって漂流が起こる。瑞穂が不利な立場にならないように、能力の本質を猫たちが隠す。ラジダニが能力の本質を見破り、さらに猫たちが瑞穂のためを思って能力を隠していたことまでも察したというところだ。ラジダニ超有能ね。まだ瑞穂の能力には疑問点があるぞ。2話で瑞穂は漂流前から能力が使えたと言っている。漂流の原因が瑞穂なら、漂流前から能力が使えたのは辻褄が合うわね。そして学校では漂流前から3億円が出てきたり、オーロラが出てきたりと不思議な現象が起こっていたという話もあったな。この3億円は漂流前から能力を使えた瑞穂がニャマゾンの能力で持ってきたんじゃないかと思っている。確かに能力的には今のところそれしか考えられないわね。でもその目的が全くわからないな。そしてオーロラの方は上海ちゃんが原因説。どうして？オーロラは発生要因の一つとして地球の磁場が関係している。上海ちゃんは電磁気を操れるということなので、能力的には彼女なのかなと割と大雑把な予想だ。そうだとしても、これまた目的がわからないがな。瑞穂の能力について最後に1話のこの描写を思い出してほしい。1話で朝風、サタ、上海ちゃんが反乱を起こし、星たちが拘束されているシーン。そこで星の目の前で電球が2つに増えるという描写、これは瑞穂の能力だったのかもしれない。ちなみにサタの能力は建造物を自在に操る能力なので、これには関係していない。ここで星がこれを見ても動揺しなかったのも、謎の声によってコピー能力の存在を知っていたからなのかもしれない。実際6話で僕たちはコピーなんだって発言してるしな。この6話のシーンでは瑞穂自身も2人存在していてコピーであると思われる。そもそもニャマゾンの能力って瑞穂の能力なのか、それとも猫の能力なのか。次にソウとセイジについて。何らかの原因によって、瑞穂の能力でコピーされた存在2人がこの世界に同時に存在してしまっていたのだろう。2人の能力はリバース。そして秋先生が与えた能力異物の力はスキップ。このワードから何か思い浮かばないか。え、何かしら。うのだ。お互いの手札がリバースだけで毎回同じ結果になっていたところに、秋先生がスキップのカードを渡した。そして結果的に2人ともスキップされて消えていったって感じなのかもしれない。自分で説明していても正直よくわからなくなってきたが、この作品フィーリングも大事だ、考えるな感じろ。
あなたのその考察は面白いけれど、結局秋先生は何がしたいのかしら。元の世界に戻ろうとしているのか、逆に戻らないようにしているのかよくわからないな。6話ではラジダニたちのディレクターズカット作戦を妨害し、今回は元の世界に帰れる能力かもしれないリバースの能力を持った2人を消失させる結果となった。一部の生徒だけ元の世界に帰れるグッドエンドではなく、漂流した全ての生徒が救われるブルーエンドを模索しているのかと思ったりもしたが、どうなんだろう。もしくは元の世界に帰りたくないバッドエンドを望んでたり。その線は薄いかなと思うんだが、とりあえずあまり信用はできないな。そしてその秋先生を頼っている朝風は子供部屋を模した部屋に閉じこもっている。物語を通してながらや瑞穂が成長するのに対し、朝風はまだ殻に閉じこもっているな。今後朝風の成長が見れるのか期待だ。今回の動画はここまでだ。物語も終盤に突入し、徐々に真相が判明してきて面白くなってきたな。毎週サニボの考察動画を投稿しているので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。皆さんの考察コメントもお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。